最初のあんまりうまくない時期は表現したい形になかなかできなかったりとか、それを諦めずにずっとひたすら繰り返す、そこの考えてるのと立体との誤差が多分減っていくのが経験なのかなっていう。今振り返ると、幼稚園で粘土作って、幼稚園から帰ってきても家で粘土で遊んでみたいな、多分本当に好きだったんで、小学校ぐらいは木工にちょっと行ってみたり、で陶器でもちょっとまた龍作ってみたり、中学校ぐらいになるとプラモデルに行ったりとかして、高校生ぐらいからはもうバイクのパーツになりましたね。好きなもの作ってそれで生活していきたいっていうのは、なんかずっとやんわり思ってたことなので、まあ造形の世界で一番細かくて造形力も必要とされるのがこの業界だったので、普段作る時は決まってから調べて、そのイメージを膨らましたり入れていくことが多いんで、なんか作品とかキャラクターに対してあんまり詳しくない。こういうのを作ろうとか、そういうのがあった上でのイメージ付けをするから、あ、こういうシーンがより近いなとか、イメージとかは固めやすいし膨らみやすいし、キャラクターの出したい雰囲気の中でも出したい方向によってイメージを作れるのがいいかなとは勝手に思ってます。ザ・ヒーロー、アメコミのキャラクターがそのまま日本のキャラクターとして出てるような感じなので、でなかなか日本のキャラクターでそういう表現をできる機会がなかったので、今回はぜひオールマイトを作りたいと思って選びました。ヒロアカ自体は結構ジャンプで出た時から読んでて、で今回改めて読んだやつじゃなくて、もともと読んでたやつだったので、その自分の中のイメージでこういうポーズがあったんですよ。ただそれを読み返してみるとなくて、そのイメージの中のシーンだったのかもしれない。でもそれで作ったら、今回12月の映画が公開されるんですけど、その映画のポスターにそのポーズのバックショットの絵だったんで、ああよかったと思って、なんかオールマイトっぽい、ヒーローっぽいみたいなところからいくと、まあバトルシーンじゃなくてそういう登場だったり決めポーズがいいなと思ってそれに決めたんですけど、オールマイトに決まってからまずアメコミキャラクターをもう一通り調べて、あとは海外ドラマのヒーローものとかそういうのも見たりで、まあ、スーツの感じ生地感とかいろいろ調べて、であとはアニメやコミックスのオールマイトの絵とか雰囲気とかを調べて、そのリアルのヒーローとオールマイトを、まあ、どうやって融合させていこうかなっていうのを考えて、で立体表現とか筋肉の部分はボディービルダーを見たりしてイメージを膨らませました。最初下半身はスカルピーっていう粘土で作って、でスカルピーでやった感じが、ちょっと大変だなと思って、上半身は油土油粘土で作りました。油土の方が粘土盛りやすいので、削いだり盛ったりっていうのを結構たくさん繰り返さないといけないから油土にしました。でその次に初めてやっ
たそのテクスチャーの表現、やっぱり映画のヒーローとかはスーツのテクスチャーもツルツルじゃなくてちょっと強そうな生地のテクスチャーがあったりしたので、ブーツとか、まあ、スーツ自体のところもどういうようなテクスチャーが入ってたらかっこいいかなっていうのも考えながら、まず平面でテクスチャーのパターンを考えて作って、でそれを 3D ではめた時に合うかどうかの検証をしていい感じに表現できたので、そこを見てほしいですね。であとはオールマイトのバックルがあるんですけど、絵もまあ立体的なんですけど、どっちかというと平面寄りに描かれてて、立体で表現する時にはまあ体に沿うとやっぱり合わなかったので、結構三次曲面を使ってそのバックルのアイコンとしてのイメージを崩さずに立体にできたので、自分ではいい感じにできたなって思ってるから、ぜひ見てもらいたいですね。今回がワンピースとドラゴンボールとヒロアカがあって、でヒロアカ作りたいっていうのは言ってたから、それでヒロアカで出れるっていうのが嬉しかったです。頑張ります。応援よろしくお願いします。